皆さんこんにちは。この動画では前回公開した長崎県五島列島の野崎島を旅した動画の裏側を紹介します。これまで地元の大分県を中心に撮影をしてきましたが、今回は県外を旅する風景を撮影してみようと思い、九州でロケ地を探しました。五島列島は九州の西の端に位置し、独特の風景や美しい教会が点在する魅力的な地域です。中でも今回散策した野崎島は、現在住民の住んでいないほぼ無人の島。雄大な自然と、その昔潜伏キリシタンが形成した集落の跡地や教会がある静かな島です。僕たちはこの島に一日宿泊し、島を散策しながら風景を撮影しました。たった一日ではとても紹介しきれないですが、野崎島を旅する静かな時間が前回の動画で伝わっていたとしたら、とても嬉しく思います。それでは早速、今回の旅の裏側を紹介します。野崎島のことは、五島列島について調べているときにウェブサイトで知りました。五島列島は長崎県の西部にある大小100以上の島からなる列島です。野崎島はその中でも最北部の方に位置します。野崎島への直通フェリーはないので、一度佐世保港から小鹿島を経由し、長栄線に乗って島へ渡る必要があります。ここで少し野崎島へ渡る前に注意しておきたい点をいくつかお話しします。まず、小鹿島からの長栄線は1日2往復しかありません。帰りの便に乗り遅れないよう、時間には気をつける必要があります。それから、野崎島にはスーパーなどの買い物ができる場所が全くありません。僕たちも野崎島へ渡る前に、小鹿島のスーパーで滞在中に食べるご飯を買いました。宿泊できる施設も1カ所しかありません。自然が豊かな場所ですが、キャンプなどの野営も禁止されています。最後に、島に上陸する場合は小鹿島にある小鹿アイランドツーリズムに事前連絡をする必要があります。野崎島を訪れる際は忘れないように連絡してください。今回は旅の裏側を撮影するために、小型の360度カメラインスタ360 1RS を使用しました。このカメラで撮影した素材は、後で360度の映像から好きな部分を切り出すことができます。散策しながら撮影するために、撮影機材はなるべく最小限に抑えました。2泊3日分の衣類や撮影機材を含め、全てをバックパック一つに収納します。5月21日、大分県から長崎県の佐世保港に向かいます。高速道路で3時間ほどの道のりになります。予想以上に時間がかかり、12時5分発の高速船に乗るにはギリギリの時間に到着しました。佐世保港にはいくつかの乗船窓口があるので、早めに場所を確認しておいた方が良さそうです。小鹿島までは佐世保港から高速船に乗って約1時間半の道のりです。あと30分ぐらいで、小鹿島に着いて、そこからまたフェリー乗り換えて野崎島に行きます。小鹿島に着いたら、小鹿港ターミナルの中にある小鹿アイランドツーリズムに立ち寄ります。ここでツーリズムのスタッフの方に野崎島についての詳しい情報を教えてもらいます。乗り込んでいただく形になります。で、切符売り場が特にございませんので、もうそれの中に直接乗り込んでいただければと思います。わかりました。ちょっと工事の車両とかあ、はい、大丈夫です。僕たちは野崎島にある宿泊施設に一泊する予定だったので、小鹿島で食材を買い揃える必要がありました。スタッフの方には小鹿島にあるスーパーを教えてもらい、船が出港するまでの間に必要な食材を買い揃えます。レトルトカレーやレンジで温めるパックのご飯など、簡単に調理できるものを選びました。小
鹿島から野崎島までは町が運営する町営船に乗り換えます。島までは30分ほどで到着します。野崎島に到着すると宿泊施設の管理員さんが出迎えてくれました。散策ルートを詳しく教えてもらい、教えてもらった通りのルートを歩くことにします。食材などの荷物は先に運搬用トラックで宿泊施設に運んでくれました。港からすぐの場所に野崎集落があります。今は野崎島に住民は誰も住んでいませんが、石垣やかつて生活を営んでいた跡が残っています。野崎島を歩いていると至る所で鹿に遭遇します。集落を歩いている間にも何頭かの鹿を目にしました。集落を抜けていくと突然草原が広がり、まるでサバンナのような不思議な光景が広がっています。ここでもたくさんの鹿が走っている姿を目にすることができます。すごい草原がものすごい綺麗です。虫除けスプレーを2つ持ってるんですけど、なんかヌカカっていう蚊が発生してて、刺されるとしばらくこうすごい痒みに襲われるっていうことなんで、なるべくもう多めに振って行動するようにしてます。サバンナを抜けてさらに進んでいくと展望台があります。ここから野崎火山火口跡を見下ろすことができます。その形状からゴジラの尻尾と言われているそうで、独特の形をしています。ここから今夜宿泊する野崎島自然学塾村へ向かって歩きます。段々畑の後には多くの鹿の群れを見かけました。畑を抜け自然学塾村へと向かう歩道を歩きます。坂道を登っていくと眼下に美しいビーチを見ることができます。海の色は透き通ったブルーで、思わず立ち止まりしばらく見入ってしまいました。夕暮れの心地よい風と波音を聞きながら、この時野崎島に来て本当に良かったなと思いました。ビーチを通り過ぎ坂道を降りていくと、丘の上に立つレンガ造りの教会、旧のくび教会が目に入ってきます。教会のあるのくび集落はその昔潜伏キリシタンが移り住んだ集落です。荘厳な雰囲気の教会は長崎県指定有形文化財に指定されています。宿泊予定の野崎自然学塾村は旧のくび教会のふもとにあります。閉校になった小中学校の木造校舎を改装したこの施設はどことなく懐かしい雰囲気が漂ってます。野崎島自然学塾村に着いたのは夜の7時を回った頃。施設には自炊のできる炊事棟や浴室なども揃ってます。教室を改装した宿泊用の部屋を広々と使わせてもらいました。消灯時間が近いため大急ぎでお風呂を済ませ、炊事室でレトルトカレーやご飯を温めます。この日は疲れていたため2人ともすぐに眠りにつきました。今回は五島列島の旅1日目の裏側を紹介しました。後日2日目以降の旅の続きを公開予定です。楽しみにしていてください。それではさようなら。